こんにちは、レイです。2019年にトップチームであるレッドブルから事実上降格させられた後のピエール・ガスリーは今年のポルトガルグランプリまでの21戦で13度入賞しており、自身初の2位表彰台、そして私たちを感動させてくれた初優勝も成し遂げています。その間、リタイアではギアボックストラブルに見舞われたハンガリーグランプリと1周目の混乱に巻き込まれたトスカーナグランプリのわずか2戦のみで、その他のレースでは安定した成績を残し続け、今では F1 のトップドライバーの一人までに成長しました。そのガスリーは来年2021年もアルファタオリで走ることが決まりましたが、レッドブルのこの判断はどうなのかという声も上がっています。今回はそんなピエール・ガスリーについてのお話です。今年のアルファタオリのマシンは運転しやすく、アレックスが乗っていたらおそらく今のピエールと同等のパフォーマンスを発揮していたと思う。これはレッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーの言葉です。今年のアルボンは全くと言っていいほどマックスのサポートはできておらず、今や常にシート喪失の噂が絶えないドライバーとなっています。これは昨年レッドブルに電撃昇格を果たしたガスリーと同じような状況ですが、ガスリーに与えられたトップチームでのチャンスがわずか12戦だったのに対し、アルボには今シーズン残り5戦を残した段階ですでにガスリーの2倍近い21戦でチャンスが与えられています。トスカーナグランプリで悲願の初表彰台を獲得したものの、ここ数戦はマックスに周回遅れにされるなど、直近の3戦ではわずかに1ポイントしか獲得できていませんでした。アルボンは2019年に F1 デビューを果たし、わずか12戦でレッドブルのガスリーと入れ替わりトップチームに昇格しましたが、当時 F1 で5年目を迎えていたチームメイトのクビアトとの12戦での比較では、予選でこそ6勝5敗で上回ったものの、決勝ではクビアトが3位表彰台を含む6度の入賞で計27ポイントを獲得したのに対し、アルボンは4度の入賞で計16ポイントしか獲得できていませんでした。そのクビアトは今シーズンこれまでに計14ポイント獲得していますが、チームメイトのガスリーはその4倍以上となる計63ポイントを獲得しているのです。つまり F11 年目のアルボンは5年目のクビアトに予選では勝っていたものの、決勝では勝っていたとは言えず、そのクビアトの4倍以上のポイントを獲得しているガスリーはトップチームの代表から2人は同等と言われてしまったのです。これにはガスリーも少なからずショックを受けたかもしれませんね。皆さんがもしガスリーの立場でこのように言われてしまったらどう思いますか？ガスリーはレッドブル在籍時、思うような成績を残せなかった時にそれをマシンのせいにするような発言やマックス寄りのチーム体制への不満を漏らしていました。しかしそれらの言動に悪意はなく、それはルノー代表のアビデブールさんやエステバン・オコンの攻撃的な発言のようにフランス人の特徴の一つと言えるのかもしれません。一説によると、その時のガスリーの言動が原因で、レッドブルにはガスリーを歓迎しない人たちがいるとも言われているんですよ。レッドブルのヘルムート・マルコやクリスチャン・ホーナーは、ガスリーを再び昇格させても、マックスのチームメイトとしては難しいと判断しているのか、それとも本当にアルファタオリをさらに強くするための人事なのかは定かではないですが、ガスリーに対する言動にはどこか冷たさが感じられてしまいます。ガスリーはこう語ります。この14年間でこのチームで勝ったのはベッテルと僕だけだ。ベッテルはその後レッドブルに昇格し4度のタイトルを獲得したが、僕にそれが検討されなかったことにただ驚いている。僕にできることは将来のチャンスが与えられるような力強いパフォーマンスを来年することだけなんだ。僕の目標はいつの日かトップチームで走りチャンピオンを争うことなんだ。そのガスリーは母国のルノーと接触していると言われており、早ければ2022年にでも移籍する可能性があるかもしれないのです。このガスリーのような実際に F1 で優勝した若手ドライバーがマックスのチームメイトとして認められなければ、現実的にペレスやヒルケンベルグなどの実力派ベテランドライバーしか選択肢がないということになります。レッドブルはこの辺のやりくりをうまくしていかないと
サインズやリカルドのようにガスリーを失う可能性もあるかもしれません。タラレバを言ったらキリがないのですが、もしもあの時チームの判断でサインズを復帰させたりリカルドが残っていれば、今現在は相当強いチームだったのかもしれませんね。皆さんはレッドブルのガスリーに対する評価をどのように捉えますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。キリッツ、レイ、みんな明日も頑張れ。じゃあねー。